器屋さん店長須藤です。今日は勇野口と陶芸作品の話をしたいと思います。食器販売ネットショップ運営で毎週のように出ている質問にお答えします。毎月のように出版されている食器本はほぼこのように網羅しています。分かりやすさだけが信条、専門用語なるべく使いません。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで3つのパートでね、今日もねお話ししたいと思います。5分ぐらいですので最後までよろしくお願いします。1つ目は勇野口って何よ、誰よそれっていう話。2つ目は私と勇野口という話。それから3つ目、勇野口と陶磁器という話で、ちょっとね1パートを1分半ぐらいでお話しますのでよろしくお願いします。じゃあですね、勇野口って誰、そもそも誰よそれっていう話で、陶芸家ではありません。私がこうやって話すのも陶芸作家さんとかですね、陶芸家の話が、いやそうではありません。彼は彫刻家です。材料はいろいろなんで、この後出てきますけれども、材料はいろいろなんで主に石をやってらっしゃいますね。でも彼は今でいうところのプロダクトデザイナー的な動きがすごい大きくてですね、いろんなものを作るきっかけっていうかね、を作ってます。日本の伝統にもたくさん触れ、陶器は最後に触れますけど、日本の伝統にもたくさん触れて、日本にもかなりいらっしゃったので、民芸運動っていうのにも影響があったと言われております。特に岐阜に関係しているのは、あかりという、彼がデザインした、提灯ですね。岐阜提灯の技術を使った照明。リビングとかですね、置くとね、いい照明なんですよ。私も家20年前に建ってましたけども、その時に購入しました。和室にポンと置いてもいいですね。和でもない洋でもない、その雰囲気がある、そんな明かり、そんなものもデザインをしている彼なんです。では2つ目お話ししましょう。で、私と勇野口、今言ったようにね、明かりを買わせていただいたんですけど、石なんですよね。出会いは石で、たまたま香川に旅行に行こうと、青年会議所という団体に入った30代の頃、その頃ですね、行ったんですけれども、石材部会っていうのがありまして、お墓の石を扱っている方とかね、そういうのが入ってらっしゃるんですけれども、それでその関係で、牟礼町の石切り場に連れてっていただきましたね。で、せっかくその石切り場行って、周りなんかないかなっていうのを調べたのが勇野口庭園美術館ね。で、ゴルフやる組と勇野口庭園美術館に行く組と分かれてるのかな、そういう記憶ですけれども、私は美術館に、行きました。そしてそこに石の大きな彫刻とかですね、いっぱいいろんなものを見させていただいて、ちょっとね、こうなんか、なんか僕そんなに芸術はっていう感じですけど、でもなんか胸を打たれるものがいっぱいあったんですね。で、結構好きになって、先ほど言ったように明かりを買ったということです。それからなんか好きになっていろいろ調べたということなんですね。で、さらに言うと、壁南というところで、まあものすごい食器好きな方とか料理好きな方はご存知ですけど、北大路魯山人というね方がいらっしゃいます。料理家、陶芸家、この人もプロデューサー的ですよね。おいしんぼのモデルの人です。あの人の博覧会、展示会があった時に、なぜか勇野口のそれがあって、はい、もうね、リスト僕全然気にしてなかったので、行って驚愕して30分ぐらい離れなかったんですけど、まあそれが私と勇野口の関係という話でした。さてさて、3番目、最後のお話なんですが、じゃあ勇野口って、今陶芸って言ったんですけど、勇野口は陶器に関係をしております。伝統とかですね、モダンって言われて、ちょうど私が生まれる前後からややちょっと前ぐらいからですね、勇野口は日本に何度も来ております。それ、その中にですね、前衛芸術、当然彼の前衛芸術なので、前衛芸術の日本の人と触れ合うようになって、日本でいっぱいそういうものを作るようになります。で、彼はですね、しかも、まあ私たち言うと、陶産地ってなりますけど、その、信楽だったり、瀬戸だったり、もういろいろ、もちろん美濃だったり、そういうところに来て、造形したものをね、思いつくんです。食器じゃないんですけど、造形したものを主に作ってました。で、彼はさっき言った北大路魯山人と仲がいいというか、影響され、北大路魯山人も勇野口をすごくこう、買ったという背景がありまして、そういうものができた、というふうに言われております。
まあ、いろんな展示会で多分きっと目にすることがある、まあ、そんな作品数は多くないんですけど、目にすることがあるかなと思いますので、よかったらイサム・ノグチって名前だけ頭の片隅でも置いていただけるとありがたいかなっていうお話でした。今日はちょっとね、いつもと毛色が変わって、まあ一応本の紹介というより本の中身の紹介というより、イサム・ノグチと私みたいな話になっちゃいましたけど、今日はもっと知りたいイサム・ノグチ、その生涯と作品の内容に触れて、私とイサム・ノグチみたいな話と、イサム・ノグチの陶芸作品というようなお話をさせていただきました。今日の話が、あんまり面白くなかったかなとか思うんですけども、まあまあいいじゃんっていう方は高評価ボタンでお知らせください。意見もお待ちしております。もちろんチャンネル登録大歓迎です。器屋さん店長須藤慎一郎でした。器屋さんチャンネル、今日はここまで。じゃあまたね。